にちは。海進整骨院の加藤正樹です。今回は糖尿病の予防法についてお話ししたいと思います。まず糖尿病というのは何らかの理由で血糖値が上がりすぎてしまう病気のことを言い、血糖値が上がりすぎている状態が長いこと続いてしまうと血管に炎症が起きて傷をつけてしまうことになります。そうすると動脈硬化などの合併症を引き起こす原因にもなります。また食事療法をしなくちゃいけないので好きなものを食べれなくなります。それって嫌ですよね。ですので今回は糖尿病にならないための予防法をご紹介したいと思います。まず足の裏なんですけど、血糖値が上がっている可能性のある人というのはこの足の裏全体的に白い粉を吹いたような筋が現れてきます。でもこれも血糖値が下がってくると自然に消えていきます。また食事療法としてはかぼちゃと小豆と昆布ですね、これを塩味に煮込んで食べるのも効果的です。それでは皆さんも糖尿病にならないための予防法として一度お試しください。それでは皆さん来週さよなら。